俺まだちょっと三分レグのが全然組み上がってないんで、じゃあ足裏です。ドロまずいね、ハイパーボールで、1枚2枚捨ててしまいましょう。捨てて持ってくるポケモンが、いや本当レッグイザーが良かったんだよな。きついな。ちょっとカキな。またデフになっちゃうかな。いやちょっと待って、やっぱレッグイザーにする。未来を信じてレッグイザーにして、でレッグイザー出します。でプラターンですね。その7ドローにかける。強い。1,2,3,4 これが強すぎるよね、やっぱこの7ドローは。単純に7枚掘り進めるからね。はい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 、超強いんですけど。はい、じゃあつけますよね。ここを起点にしようかな。つけます。カキします。引けてきてる。カキで終わりますね。4枚つけて終わりです。そう、カキ、これカキとマルマイン GX で一旦に9枚エネルギーつくんだよ。で爆画面説使ったら強いんじゃないな、強いんじゃないなと思ってる。あ、確かに9枚あればワンショットずっとできるでしょ。ずっとワンショットでしょ。それ強いかもしれない。ワンパンでしょ。ドロ。まあゆっくり行こうかね。うちゆっくりできないんですよ。ゆっくり200飛んでくるから。でもエナジーストリームでゆっくりやろうかな。ゆっくりやるって言ってもあるよね。じゃつけてエナジーストリーム30。で、はい、これ殴った時トラッシュからつけれます。はい、どうぞ。ドローエネルギーつけてリリ、はい、今3枚なので6枚になるように引きます。はい、おー、ハイパーボール。3、2個捨てる。私もアローラゴロミア。はいはいはい、いいですよ。なんか何かと足んねえな。で、進化で終了です。はい、ドロ出します。はい、微妙に足んねえね、つけます。いっか、このターンにずっとやろう、しょうがない。メガ進化で全部です。下ろします。石粒で。あ、やっぱ石粒出して。すいません。ハイパーボールで。結構1枚手札に書いてた。手札が欲しいな。で、なるほど、ビリジオンとゲノセクトしか出ないんですよね。ビリジオンとかいらないよね。うん、ゲノセクトも、そうか、全部ゼラウラに値段がいっちゃってんだよ。そうなんですね。X 出ても嬉しくない感じになっちゃった。嬉しくない。大将ら、ゼラウラまずいね、これまずいんで、まあ逃がしますよね。はい、逃がしましてですね、
メガターボ使います。メガ進化ポケモンに基本エネルギーをつけるっていう手張り剣を使わずにつけるというカード、でプラターヌして7ドローします。全てでも7ドロー強い強いね、プラターヌ。やっぱインチキだね。インチキ単純に7枚掘れる、うん、でターボブレイズで効果によってつける、うん、こんなもんで勘弁してやろう。じゃあ画量転生300ダメージ、かっこ笑い、すげえ。これそっち何もいいとこ見せられないパターンだ、ね、うん、じゃあだって後続がないっていう。ないよ、やっぱ2進化ポケモン使うと大変だよね。あ、でもこれあれですよ、電磁岩石砲でコインが全部表だったら飛ばせますよ。ああ何 80×3 80×3? マジで電磁岩石砲は、はい、おい、よし80、え、マジでよし、ワンパン、よし、マジでマジで20、数分投げてかける80、あ、マジか、信じられない、よしよし、ワンパン返しされた。マジか、そういうことある、サイド2枚もらえ、そんなことある。あ、これトラッシュ、マジかマジか、これか、え、どうしよう、よしよし、ストップした、どうしよう、ちょっとびっくりした、びっくりしたんですけど。じゃあしょうがねえな、まあいいや、この当て馬としてこいつを出して、じゃあ俺に乗ろう。あ、そんなことあるか、ソウルリンクして、はい、ハイパーボール使います、はい、ハイパーボール捨てる、うん、ゼクロもいらない。ソウルリンクしたからな、でも種ポケモン来ないんですよ、まずいな。でもそっち、そうだね、そっち遅れてるから、こっちもゆっくりで大丈夫な気がするね。メガレックザマ、ソウルリンクによってメガ進化、で、火器しとこうか、ゆっくりやろうか、火器でエンドですね。あ、じゃあ鳴らします。ちょっと待って、エネルギーはなかったぞ。お2枚までしかなかったぞ。じゃあ願いのバトンつけて、カポコケコベンチ鳴らします。効果はこれは使わない、うん、なんか入れ替えて付け替えてみたいなやつな、そんな効果あったな、うん、あ、でも、あ、待った。今またここつけないでいいっすか。なんすか、いいよ、じゃあ、すいません、それやっぱやめて、で、カプコ結構の出た効果で、うん、こうすればいい、まあそうね、それで、うん、で、こっちに願いのバトンつける、うん、なるほど、で、エネルギーをフォローにつける。天空の爪でワンパンパターンか、また天空の爪でワンパンパターンです。うわー、やられた。しかし、俺も何とかしてこれで画量転生決めないと。ドロー、うわ、弱え。レシラムがいるから雷エネルギー最低限にあれば、そのプラダリなんだな、困った時の。ああ7ドローで、あ、プラターン、2、3、4、5、6、7、あ、プラターンな。プラターンでした。お、強いの引いた。ダブルドラゴンエネルギーっていうインチキがあって、エネルギー回収、インチキか、炎とアベンで、ターボブレイズによってつける、はい、で、カリオテンスですね、300、ただバトン効果が出るね、バトン効果出て、なるほど、それで、あれだね、また何回もコイントスできるね。やばいね。なるほどね、どうします、ドロー、うん、何もすることがないから電磁岩石砲で、うん、4回、4回、やばいな、3回成功すればいい、よし、やめろよ。マジでこれ殺したらさすがに無理、すいません、除外しました、今のはダメです、ダメだったけど、あ、無しです、ポケカあるある、コイントスが下手くそ。よし、ちょっと、よし、あと1回、あと1回、何それのインチキ効果、あ、
はずれろ、はずれろ、あー終わったくせよっしゃこれ終わったんじゃないかな、ドロー終わったんじゃないのこれ、勝ったんじゃないのこれ、これ終わったね、まさかのだよねまさかの、え、どうしたらいいよ俺もうポケモンいないと思うんだけど俺スケル大地春、ああで、そうね、することはないな、もう7ドローするしかないんじゃないの、そしてさ、デッキはまだあるか、まだある、いやーきつ、ああそっか、いたか、まだいたか、でも1枚取られたら終わりだもんね、はい、後がないね、あと自転車、うん、2枚見てどちらかを着弾加え、どちらかをトラッシュ、はい、あ無理だ、エンド、死んだくせ、タロン、ちょっと待って、コイントスゲーになっちゃってるよねいやでもビクティニとか入れたらより、でも入れる枠がないんですよ、ね、枠がないの、じゃあギリス5枚なのでワンドローします、まさかのアローラゴルーナー強かったんだそんなに、はい、うん、でも普通に今回ヘビーボンバーでちょっと運は頼らずに、ヘビーボンバーは相手の 2N-130 しかないんで飛びます、負けたありがとうございました、いやいやいや、レッグウィザがワンパン返しされてワンパン返しがあるとはな、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたち